ノクさん、動画をありがとうございます。そしてノクさん以外のこの動画をご覧の皆様、今ね、ノクさんがあるネットワークビジネスの説明をしてくださったんですけども、これはね、なかなかいいと思いますよ。コンシェルジュサービスを前面に打ち立てたものなんですけども、まあ私の立場から言うとですね、私は社員がいない会社をやってるんですけども、やっぱりね、社員というか自分の身の回りのことをやってくれる、調整してくれるコンシェルジュっていうのが必要だなと思ってたんですよ。そこで私はね、アメックスのプラチナですとか JCB のプラチナっていうところに、まあコンシェルジュサービスがこのクレジットカードには付いてるんですけどね、そちらのコンシェルジュを利用し始めたんですけども、これがね、やっぱり思ったよりね、いいんですよ。しかも年間のカード会員費っていうのは2万とか3万かかるんですけども、プラチナっていうのは。でも普通に社員とか秘書を雇ったら毎月20万とか30万かかるわけですよね。そう考えたら、コンシェルジュが身の回りにいるってむちゃくちゃ費用対効果も高いし、リサーチとかの時間がものすごくね、削減されて、より自分は自由度の高い暮らしを送れるんですよ。まあですんでね、このコンシェルジュサービスは、いやこれね、やってみようかなと思いますよね。今コンシェルジュはいるんですよ。私3人いるんですよ。3人いるんですけども、新たにこのコンシェルジュももうちょっと突っ込んでね、ノックさんから話聞いてみたいなと思います。で、まあ皆さんもね、コンシェルジュっていうのが、なんかね、聞き慣れない言葉かもしれませんけども、要するに頼りになる情報通の相棒がいるって感じですよね。でしかもコンシェルジュサービスを担当するコンシェルジュさんはいろんな方のコンシェルジュをしてるんで、もうまさにね、情報量とか共有度とか、まあ見識も深いしね、それが信用にも値するんですよ。だそういう人が月額いくらかちょっとまだ分かりませんけども、わずかな金額で自分のそばについてくれるっていうのは、これはね、多分自分の人生をかなり加速させることになると思いますよね。まあ、ですんでね、試しに1年とかでもやってみたらどうかなと思います。そんなむちゃくちゃな金額にはならないと思いますし、もしね、自分の困りごととか、それから専門的な分野でなかなか難しくて手が出せないよっていうことがあるようでしたら、このコンシェルジュをね、ぜひお試しいただくのがいいと思います。もちろんコンシェルジュって言っても得意分野不得意分野あると思いますから、合う合わないっていうのはね、人のやることですから出てきます。ただこれね、試して損はないチャンスだと思いますね。ということで、ノクさんへの返信動画になります。ではね、一般公開動画の方も作ってくださるということなんで、お待ちしてます。では、いってらっしゃい。